大家好忘れちゃったよ。私はシーフードヤムチャクラブ日本橋店で働いている、関長政です。料理人歴が、18歳からやってます。22年。私のおじいちゃんおばあちゃんが、広東省出身で日本に来てます。生まれた時から、おばあちゃんの料理は広東料理で、日本の学校とか行って育って、18歳からこの仕事を始めて、最初は上海料理で、26歳から今まで広東料理をずっとやっています。揚げネギのあえそばと言います。中国語でローミエン、ローは、あえるという意味なので、オイスターソースホーヤウベースの、味付けで麺に吸わせた。今日本で油そばっていうのが流行ってるんですけども、それはもともと中国のこのローメン、もともと中国料理ですけども、日本人にも食べていただける、きっかけにもなると思うので、おすすめでやらせていただいています。やっぱ日本で流行らない食材調味料もあるので、そういうのは日本の食材調味料で調理して、やっぱり広東料理の特徴っていうのは結構和食とかにも近いところがあるので、油を少なくするだとか、やっぱそういうのは意識して作っています。中国から日本に来た人たちは日本人に向けて作った料理、まかない飯というか家族の料理で、それをレストランでやるのに、名前をつけただけなので、それは私たちのおじいちゃんおばあちゃんの世代の人たちが生きていくために必要だったことなので、それはそれでいいと思っています。昔香港に行ったことがあります。観光というより料理の勉強、いっぱい食べるために行ったので、やっぱり日本ではあんまりないけど、朝からヤムチャ、みんな中国人いっぱい食べる、やっぱそういう話は聞いてたけど、やはり実際自分で見て感じたのはちょっといい経験だったなと思います。好きな中華料理何でも大好きです。でも広東料理やっぱ焼き物シューメイとか天津は好きです。中華料理が一番得意なんですけど、子供たちは和食、洋食、スパゲッティとか食べたいから、家族が食べたいものを作っています。まだわからないです、みんなに知ってもらうために、こういう取材とかもそうですけど、こういう機会があれば、ぜひやりたいと思っています。